いつ見てもほんと最高の出来やな、これ。アミーボのメトロイドなんだけど、これ。これ動画撮ったよね、前に確か。サムスと一緒にゲットしてね。いや、すっげえかっこいいな、マジ、このメトロイド。最高じゃん。俺メトロイドのフィギュアさ、これと、これもめっちゃかっこいいよね。これマックスファクトリーっていうね、最初パチモンかなと思ったね。これも正規品らしいって。これも欲しいんで、このメトロイド、ちっこいメトロイドいるでしょ。この二つしか知らなかったんだけど、メトロイドフィギュア。ただね、今回これをね、俺がめっちゃ気に入ってるこのアミーボのメトロイドフィギュアを超えるかもしれないさ。いや、なんていうの、でけえの。めっちゃでかくて、これパチモンかなと思ったんだけど、正規品、ちゃんと任天堂って書いてて、ちゃんとした正規品のメトロイドで、中古なんだけど、もちろん中古、新品なくて、もちろんなかったんだけどさ、探したんだけど、中古品で、ゲット、こんなの新品残ってたら奇跡だよね。おそらく中にブリスターとかもあっただろうとは思うんだけど、それもないんだよね。ないんだけれども、見てこのテーサー、ニンテンドー、ワールドオブ、ニンテンドーって書いてて、こんなでかい、知ってたみんなこんなでかい、いや、これ海外のだと思うんだよね。全部後ろも英語だからさ、あとね、面白いからさ、マリオシリーズとか、まあ、サムスもいるでしょ、サムスもいて、あとドンキーとさ、ゼルだと、3つ面白くないこれ。3つ。マリオいないでしょ、これ。ドンキーもいなくて。どういうか、ゼルダもいなくて。あ、リンクで、ね、リンクもいなくて。これとしても赤いピノキオかなと思いきや、ブルーのピノキオだし。まあ、メトロイドはサムスとメトロイドの、まあ、主人公と、ね、この主要なキャラクターっていうかね、メトロイドですよ。なのに、なんか他のメンツが面白くてさ、これ。これ。全部コンプしたいね、このシリーズね。ワールドオブニンテンドーシリーズ。今回たまたまほんと偶然見つけてゲットしたんだけど、こんなのあったのかと。ワールドオブニンテンドーっていうシリーズ。他も全部ね、見つけたらコンプしようと思うからさ、コンプリートして飾ろうと思うんだけど、今回は見て、超でけえっしょ。アミーボーのやつら俺でかいと思って気にしてたんだよね、これ。アミーボの。しかし、それを超えるデカさだからね、出すか。出してちょっと見てみる。まあ、箱もちょっとボロくて、中のブリスターも、多分ね、なんかあったと思うんだよね。中にね、ほら。ブリスターとか。そういうのもないんだけど、まあ、中古でもさ、ゲットできただけで。いや、ワンチャン新品ないかなと思って探したんだよね。未開封のやつ。でもなくてね。ちょ、でっけ、ドゥンドゥーン、ポッ。ドゥンドゥーン、ポッ。あ、ちょ、逆だった、ごめん。ドゥンドゥーン、次、これはでかすぎる。ちょっとリアルサイズっぽいね。もう、二回りぐらい。でも、メトロイドの赤ちゃん的な感じの、マジリアルサイズって言ってもいいぐらいのサイズじゃないこれ。もうちょっとでかい方がいいけど、しかもさっき裏に書いてあったよね。ほら、あ、稼働すんね、ここ。おー、すげえ。ちょっと稼働する楽しみはあるよね。あと、なんと言っても、このクリアで、透けてるこのビニールっていうか、その中を覗けるこの感動だよね。メトロイドの中を。すごくないこれ。こんなでかいのあったの知っとったみんな、マジ。俺知らなくてさ、今回たまたま見つけられてさ、ゲットできて、手に入ったんだけど、こんなのあった、これ新品探すわ。今回中古でちょっとやっぱね、汚いんだよね、中古だからね。ちょっとボロボロにほら、やられてるから、新品の綺麗なやつ欲しいね。綺麗な、こんなでかい、マジリアルサイズ。リアルサイズって言ってもいいぐらいのでかさだからね、これ。リアルサイズメトロイド、メトロイドの赤ちゃんみたいな感じで、ふわん、ふわん、ふわん。あとはサムスとさっき見たさ、マックスファクトリーのやつもゲットしたら、もう俺的には完璧だよね、メトロイドフィギュア。他にもある、みんな知ってるメトロイドフィギュアでさ、他にもあったら教えてほしいんだけど、メトロイドフィギュアコンプしたいわ。でも多分ね、世界で、でも海外わかんないからな。でも世界で出てるメトロイドフィギュアの中でもこれ一番でかい方だと思うんだよね。おそらくだけど。めっちゃかっこいいっしょ。このやつでもでかくて、うわ、こんなでかい。メトロイドのフィギュアゲットできてよかったと思ってたのに、これだからね、このでかさ。やばくねえ。手のひらにゴンって乗る。おー、しかも、重量感も結構あってさ、素晴らしい。あと、稼働するっていうのがいいよね。さっき見た通りね、ここね。こう、裏側からメトロイド見れるのも楽しいし、こう、中身がね、こう、見れるのマジいいわ。エナジードレインの申し子、メトロイド。ブルー。マジでエネルギーちょっと頭の上に乗せ、お、ほらマジで頭の上に乗せたら、エナジードレインされそうだぐらいの、デカさだから。うわぁ、いいのゲットできたなぁ、今回。こんなメトロイドあったなんてマジで知らなかったから。あとは他の、5種。
サムスもゲットしたいね、サムスね。サムスどんな感じなんだろう、このワールドオブニンテンドーシリーズ。誰かサムス持ってる人いる？ちょ、写真撮って見せてほしいんだけど。あの、ツイッターに送ってくれれば見れるからさ。じゃあ、ツイッターにアップしてくれれば見れるからさ。じゃあ、アップしましたっつって。ちょ、見たいんだけど、どんな感じなの？他の持ってる人いる？ルイージとか。めちゃめちゃ気になってきたな、このサムスとかね。他のやつも欲しいわ。ワールドオブニンテンドーちょっと検索して探しまくって、なんとかコンプするわ。コンプして並べたいね。うわぁ、ちょ、置いてみると、こんな感じ。見て。でっか、やばくねこのデカさ、マジで。これはでけえわ。しかもやっぱ迫力がやっぱ、これ負けちゃうね。俺のアミーボの気に入ってたのに、ちょっと悔しい感じもするね。今まで一番気に入ってたこのメトロイドちゃんがちょっと超えられたわ。でかいよ、ほら、でけえんだもん。あとメトロイドもどきとかもさ、ね、あのね、ちょっとこのメトロイド系全部出してほしいね。メトロイド系のフィギュアはね。すげえいいわ。これマザーブレインとかも、いつかフィギュアで、出てないよね、まだね、マザーブレインね、メトロイドの。マザーブレインとかも出てくれたらすごい嬉しいよね、フィギュアでね。いやー、中身がこう見えるわ。すげえ。中身ががっつり見えるの。これちょっと剥がしてみたいね。ブシャってね。剥がしてみたけど、剥がしたらぶっ壊れるから剥がせないけど、ちょっと稼働するっていうのも面白かったしね。これ何のための稼働なんだろうね。あんまり意味ないような気がするけど、まあ一応稼働ができます。ということで、今回はね、めちゃめちゃでかい。まあリアルサイズっぽいね。もうほぼリアルサイズな、まあもっとでかいけど、あの大人のメトロイドはね。子供のメトロイドはこう、まあ、まあ、さっきサムスの横にいたような感じのサイズ、こんぐらい、まあ、もうワンサイズぐらいでかいサイズだから、ほぼリアルサイズのメトロイドのね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひ見つけたらゲットしてみて、こんなのあるなんてのまさかね、シリーズ名は多分ね、これだと思うんだよね、ワールドオブニンテンドーってやつだから、検索すれば多分出ると思うから、俺もちょっと残りのやつと、あと、新品未開封のね、このメトロイドを狙って、普通がこれ何個あってもいいよな。もう見つけたら全部買おう。もう見つけたら全部買って、5個くらい並べとってもいいかもしんないよね。このアミーボのやつとね。いや、アミーボごめん。ちょっとアミーボ負けちゃったわ。こっちもクオリティ高くてでかかったんだけどね。まさかこんなでかいのあるなんて思っても見なかったから。高いディスプレイがいいね。こんな感じで。ちょっと高めのディスプレイ、なんかいいのないかな。いい感じのさ、ちょっと高く飾れるような、ちょっと浮いてる感じにしたいから、ブイーンって。磁石とかで浮かせたらいいんだけどね。ちょっとデカすぎるし、それは無理か。強力な磁石がいるような、それだとしたら。ちょっと浮かして飾りたいからね。ちょっと高めの、浮いてる感じが出るような高めのディスプレイで、こんな感じで飾るといいんじゃないかな。いや、マジちっちゃく見えるね。あれもすごい気に入ってたのにな、でかくて。ちっちゃく、いや、かっこいいね。やっぱでかいといいね、メトロイドね。すげえ、おほぉ！あとちょっと爪の先、爪つかの牙か。牙の先はちょっと、あれだね。塗り直したらいいね。色ね。ちょっと剥げてるから、あそこだけ色塗り直すわ。赤いとこもちょっとメタリック塗装しようかな。前のプレデターみたいに。中はね、このカバー取れれば塗れるけど、いや、これ取ってね、クリア塗装したらもっといいね、バイルにきっとね。ちょ、取れたら取るわ。綺麗に取れたらね。まあ、取れなかったらちょっと諦めるけど、牙と外の赤はちょっと色塗り直そうかな。ここがボロボロだからさ、ちょっともったいないから、あとここね、ここの色もクリアでコーティングしたらもっといい感じになると思うから。色塗って、さらに良くしようかな、このメトロイドね。いやー、すげー、いいのゲットできたわ。みんなもぜひね、ゲットしてみて。これちゃんとした正規品だからさ、最初パチモンかと思ったんだけど、ちゃんと調べたら正規品だったから、大丈夫だと思う。これ正規品、ちゃんと任天堂から出てるからね。いやー、海外製品でパチモン多いからさ、ちょっと焦るんだけど、でもこれはめちゃめちゃかっこよかったわ。正規品のメトロイドね。もっとでかいの出るかな、いつか。もっとでかいメトロイド出た。プレ版とかでさ、超でかい。出たら嬉しいよね。20万くらいでさ、超リアルなやつで。絶対買うよな。一家に1台メトロイド、1台、1個、1体、メトロイドみたいになるよね。